大学受験の費用総額。どうも、大学紹介チャンネルを運営しているセシミンです。今日は大学受験の費用について解説します。大学受験ってかなりお金がかかるっていうのをご存知の方多いと思うんですけども、具体的にどれぐらいお金がかかるか今パッと答えられますかって言って答えられる人って少ないと思うんですよ。でもこれ答えられないと本当に困ってしまうので、今日この動画を通して学んでいただければと思います。まずは大学受験の費用としてざっくりと紹介しようと思います。まず大学受験をしようと思ったら共通テストと二次試験の2つがありまして、大学入学共通テストにかかる費用相場としては2教科以下の場合12,000円、3教科以上の場合18,000円と。そして二次試験にかかる費用としては国公立大学1校あたり17,000円、私立大学1校あたり35,000円程度となっています。なんだ、じゃあ合計すると5万円ぐらいで1個受けられるのかって思われる方いらっしゃると思うんですけれども、実際はそんなに甘くないんですよね。っていうのも大学の平均受験費用でいうと30万円前後かかってるんですよ。いや待てよ、なんでこんなにかかるねんって思われる方が大半だと思うので、詳しく解説していこうと思います。これね、注意点がいくつかあるんですよ。一つ目が併願するケースですね。どういうことかっていうと、要は何校も受けるっていうことなんですよ。大学受験ってよしこの大学に行こうって言ってその大学しか受けないと、その大学落ちた時公認が確定してしまうじゃないですか。なので滑り止めとして何校か受けるんですよね。そうすると先ほど解説した受験費用が受ける校数分かかってくると、大体前期中期後期で行われるので、多い人だとね3校受験することになるんですよ。それが一つ目の注意点です。ちなみに僕の家は貧乏すぎてお金も出せなかったので、僕はね国立大学1本で受験して合格しました。二つ目の注意点が、私立大学では願書の発行にも費用が発生すると。実はね国公立大学の場合は大丈夫なんですけれども、私立大学では願書の発行にも費用が発生するケースがあるんですよ。ただこれに関しては最近流行りのウェブ出願を行えば節約できます。3つ目が受験時の交通費、宿泊費と。地元の大学を受ける場合は別なんですけれども、県外の大学を受験しようと思ったら交通費とか宿泊費とかがかかってくるので、その分のお金を考えないといけません。まあ交通費が約3万円、宿泊費が約1万円と考えた時に、受験費用以外で約4万円かかってくるんですよね。まあこういうのも考えると、やっぱりね合計で30万円前後になるんだなっていうところです。さらにもう一個注意しないといけないのが、この入学金なんですよ。いつまでに入学金を払ってくださいっていう期日が設けられてるんですけれども、これが自分の第一志望校よりも前にある場合、念のため入学金を払う必要があるんですよ。これね本当にクソみたいな制度だなって思うんですけれども、要は第一志望が国公立大学、第二志望が私立大学で、第二志望の私立大学の受験が前にあったと、受験して合格しましたと、入学費用払ってくださいって言われるんですけれども、その入学費用の支払い期日が国公立大学の合格発表より前だと払うことになるんですよね。なのでその入学費用がかかってくると受験費用が高くなってしまいます。結論ですね、受験費用の平均としてはだいたいこんな感じになってるんですよ。国公立大学で277,000円、私立大学文系で313,000円、私立大学理系で322,000円と。国公立大学も私立大学も受験費用に関してはあまり変わらないですね。はい、この動画では大学受験の費用総額について解説しました。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。